ドクターマグの研究所。はいどうも。コロナワクチン2回目接種してから、腕と頭が痛い、ナバドス。今日はですね、なんか私のワールドが、ちょっと面白いことになっているので、ご紹介していきたいと思います。まずこれ、なんか小さいエンドがここにできました。ミニチュアエンドです。かわいいですな。おーおーおー、危ない危ない。あとねー、これ、ネザーポータルを設置したら、直接ネザーが見られるようになりました。しかも、ちゃんと入ることもできるんです。ほらね、ネザー直通ポータルです。しかもこの角度、寝かした状態のポータルでも、稼働するんです。そうそう、エンドポータルも直通に。でもねー、このエンドはねー、さっきの小さいエンドのところに繋がってるんです。なんとも不思議ですよね。おお、エンドラちゃんが怒ってる。はいはい、もうおいとましますからね。ごめんなさいね。はい。なんとも不思議なポータルですな。私のワールドは、どうなってしまったのでしょうな。あ、そうそう、これだけじゃないんです。教会にもねー、変な部屋が。あれです。奥に部屋があるんですが。これが不思議でして。この部屋の部分。外から見ると。何もないんです。あの部屋の空間、あんなスペースはないんです。でも、こっちから行くと部屋がある。外から見ると、何もない。実に不思議ですなぁ。呪いもここまで来ると、もっとみたいですな。ここを壊すと。はい、とても不思議な感じになっていますね。謎が謎を呼ぶこのワールド。一体どうしちゃったんでしょうなー。